皆さんこんばんは、ゆうくりです。今回は JR 四国8000系特急電車の走行集第6弾を作りました。ゆっくり見ていただけると幸いです。それでは行きましょう。シュシュポポ。豊浜駅7時49分通過、特急潮風6号、岡山駅特急7時6号、高松駅。豊浜駅8時30分通過、特急潮風7時1号、松山駅。丸亀駅10時8分から10分発着、特急潮風7時5号、松山駅。丸亀駅10時14分発、特急潮風5号岡山駅、特急7時5号高松駅。高松駅13時54分着、特急7時16号高松駅。高松駅13時50分発、特急7時9号松山駅。高松駅8時30分着、特急7時6号高松駅。伊予三川駅11時45分通過、特急潮風14号岡山駅、特急7時14号高松駅。伊予三川駅12時47分通過、特急潮風16号岡山駅、特急7時16号高松駅。伊予土井駅13時44分通過、特急潮風18号岡山駅、特急7時18号高松駅。伊予土井駅15時2分通過、特急潮風7時13号松山駅。豊浜駅10時34分通過、特急潮風7時5号松山駅。川野駅11時58分発、特急潮風14号岡山駅、特急7時14号高松駅。滝浜駅13時37分通過、特急潮風14号岡山駅、特急7時14号高松駅。滝浜駅15時8分通過、特急潮風7時13号松山駅。多度津駅14時25分着、特急潮風18号岡山駅、特急7時18号高松駅。多度津駅14時26分発、特急潮風7時13号松山駅。多度津駅15時26分から27分発着、特急潮風20号岡山駅、特急7時20号高松駅。海岸寺駅11時25分通過、特急潮風7時7号松山駅。海岸寺駅11時16分通過、特急潮風12号岡山駅、特急7時12号高松駅。海岸寺駅12時22分通過、特急潮風14号岡山駅、特急7時14号高松駅。豊浜駅13時46分通過、特急潮風石槌11号松山駅。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。